はいおはようございます、えー。今日は5月26日月曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。今日のニュースは5つになります。でまた最後にコメントを紹介させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、えー、まず1つ目、1つ目は、えー、アンソロピックからですね、まあ、公式からクロード4のプロンプトの書き方のコツっていうのがあの出されてます。 でこれが、まあ、指示は具体的に書きましょうねとか装飾語入れましょうねとか、とプロンプトとあとは例題ですね、まあ。例えばブログ記事だったらこういう口調で書いてくれっていうプロンプトと、あとは自分がこんな感じで書いてほしいっていう例題、まあ、ここに矛盾がないように書いてくださいねっていうのが、まあ、いろいろ記載されてますよと。で、それがこれなんですよね。で、結構ね、面白いですよ、読んでみると。 まあ英語なんで日本語に訳して見てもらってこうトグルがあるんでこの中にこっちは効果が低いよこっちは効果が高いよみたいな感じであの例文をね綺麗に分けて書いてくれてるんでまあこれをひとまず目を通しておくだけでもどういうプロンプトを与えた方がいいかなっていうのがイメージつきやすいと思うんでこれはねなかなか あのいいと思います。はい。いいと思いますっていうか、さすが公式さんですね。こういうのちゃんと、まあたい毎回出してくれてるんですけど、まあ特に c r ドフォ4に関しては、しっかりと理解した上で使っていくの方がいいかなと、個人的には思ってます。はい。で、2つ目。2つ目が、えー、っと、これはね、Microsoft が出してるものなんですけど、なんかね、オープンソースらしいんですよ。で、 あのデータ分析をするためのツールを開発してリリースしてるっぽいですね。だからこれが GitHub であるんですけど、これちょっとね、面白そうなんですよね。なかなか。結構綺麗にダッシュボードとかあのグラフとかも入れてくれてて、割と複雑な分析もしてくれるんじゃないですかね、詳細に。これちょっとね、面白そうだなと思ってて。 使ってみたいなと思ってるんですが、まあ、どう取り入れてあの、ね、どう活用していくかっていうのは多分人それぞれになると思うんで、これはね、ちょっと試してみたいなっていう気持ちになっております。はい。で、えっ、ー、と、3つ目。3つ目は、これは、えっ、ー、とね、ちょっと英語なんでこっちでいきますね。これは同じページなんですけど、 Google がヘルスケアアプリ開発者向けに、まあなんか新しいメドジェンマかな。メディカルジェンマみたいなイメージなんでしょうね。をリリースしますっていうやつですね。ジェマ3をベースに構築されたヘルスケアアプリケーション開発の、まあ、サポートツールになるのかな。これ結構ね、面白そうなんですよね。まあ、ジェマ3またね、あの、 ジェマ3 n だったかなもうスマホで動くよみたいなやつがリリースされててでそれがあの画像認識もできるし音声も認識できるしっていうんでマルチモーダルなものがさらにこうちょっとサイズ的にミ,ミ,ミニマムになって携帯でも動くっていうものがね出てたりしてでそれが結構話題なんですけどまあそれに合わせた感じなんじゃないかなと思うんですよねうん。 でこの、ね、マルチモーダルバージョンはで、放射線学とかデジタル病理学とか、その今のこの状態を画像で認識させて、それを分析させてで、それから診断のアシストをするみたいな、そういうアプリが開発しやすくなりますよってやつですね。テキストだけではやっぱりあの、情報が伝えきれないんですよね。特に医療分野って、レントゲン画像がとか、CT 画像がとか、 また皮膚科とかだったら皮膚の状態がっていうやっぱそこの視,認あの視察っていうんですけど僕ら見て診断をするみたいなもう僕は診断ができないですけどねお医者さんの場合は見て診断するっていうそこの技量ってめちゃめちゃ大切なんでそこのアシストをやるっていうのが多分この話なんだと思うんですよね。ここれ結構ねね面白そうううだななっっててて思いいいますねうんでこういうテクノロジーははどどんどん発展して欲しいなって個人的には 思ってますすははいこれは面白そうですねちょっと情報を追っていきたいなと思ってます。はいで、えー、と4つ目4つ目は、えー、と日本の中小企業の生成 AI 活用の話なんですけどこれは、えー、と日本土木さんあ日本木材さんかな。でこの方の AI 活用事例が紹介されてて。 で何やったかってね具体的にどのツールつた使ったかっていうとノートブック LM とあとはスプレッドシートの中で、えー、とジェミニを使って分析するっていうのをまあ、活用してますよってやつですねでそれで今までなんか売れ残ってた木材がどれぐらいあるとかあとはどの木材が人気でどの木材が不人気かっていうのも全部洗い出してで それをもとに経費削減したりとかまあじゃあ余ってる木材これを活用して新しい何か生み出せないかなみたいなことに使ってるってやつですねこれなかなかいいですねこれはねいい事例だなと思いますねこうですねノートブックレームで財務分析をした上でもっと広告や営業に力を入れましょうみたいなことをやったりとかでこの働きを ししてるこのの女性の方が元々エンジニアさんらしいんらいですよなので課題発見してでどういうツールを入れてどういうワークフローを組んだらいいかっていうのをこの方がねあの担ってるらしくって、まあ、こういう活用大事っすよねんか自社にエンジニアさんがいるところだったらまあね社内でそ,のそういう仕組みを内製化するっていうのもありですけど。 なかなかね、中小企業だとみんながみんなエンジニアさんを抱えられてるわけじゃないと思うんで特に業種によって、ね、すごく差があると思うんで、まあ、こういうところにあの AI 活用できる方とかエンジニアさんが、まあ、のサポートに入るっていう動きは今後増えていくんじゃないかなと思ってます、まあ、増えていくっていうかやっていった方がいいっすよねと個人的には思ってるんですよねうん だ究極生態系にもエンジニアさんは一人必要だよねっていう時代になってもいいような気がしてて、はい。というようなちょっと可能性を感じるニュースでした。はい。というのが4つ目です。で、5つ目は、あの、これはちょっと進捗報告になります。僕がやろうとしてるポートフォリオサイトの制作プロジェクトですね。で、今それがね、どんな状況かっていうと、あの、クロードコードを使って、 であの、もうなんかねクロード4オーパスにもうバンバンなんか動かせ動かさせてるんですよバンバンって言ってももうすぐ上限来ちゃうんであれなんですけど今ですねどんな感じかっていうと <laughs> ポートフォリオサイトあのこういうイメージがいいなっていう風にあったんですけどちょっとねもう何ていうんですかねバイブコーディングってこれ言っていいのかちょっと分かんないですけどもうこんな感じで作ってくれっていうのをバーって言ったら 単純になんかこんな感じで作ってくれるんですよね <laughs>、はい。で今これがトップ画面ででテキスト系のページを集めておく場所で写真の投稿を集めておく、まあ、ページで動画も上げられるよみたいなところとかあとはあのコミュニティメンバーで曲を作ってる方もい,いるので。 じゃあ曲を載せれるページとかってねこうなんか小分けでいろいろね作っちゃいましたこんな感じででそれぞれがちゃんとページがねファイルがね分かれてるんですよこんな感じでで今までの会話の内容をあの進捗まとめてくれって言ったらこのマークダウンファイルで作ってくれてで今までこんな感じでやりましたよっていうのをまとめてくれてるんですよなんでこれを一回一回残して で、例えばクロードでその、もうチャットの上限が来ちゃったりしたら、じゃあチャット変えますってなった時に、ひとまずこいつを渡して、今までこういう流れで来たんですよっていうのを伝えた上で、じゃあ、あの、このファイルを参照して、またこうやってアップデートかけてくれとか、じゃあ次はバックエンド、裏側のデータベースどうするのかとか、管理画面どうするのかみたいなのをやっていくみたいな感じですね。あの、なんだろうな、な、 なんでここまで進んでるのかがね、個人的にはちょっとね、分かってないんですよ。もう本当に、あのクロードにこういう風にやってほしいって話あの指示を伝えて、で、クロードコードが発動して、で、裏側で動いて、このファイルも複数きれいに分けて作ってくれたりとか、じゃあ CSS 更新しますねとかって全部ね、自動でやってくれてるんですよ。なので、中身に関して全然ね、理解が追いついてないです。はい、正直、全然理解が追いついてないんですけど、 まあ、ひとまずはこんな感じのページの作成が進んでますと。で、じゃあ自分がその中身を、あの、ある程度理解を進めながらっていうのも、もちろん今後目指していくんで、勉強もしていきますし、あとは、自分がもっともっとこういう風にしたいなっていうのを、クロードにしっかりと投げて、まあ、それが僕のイメージ、抽象的なね、イメージだとしても、伝えながらでも、こんな感じで進んでいけるんだっていう体感もやっぱ面白いなと思うし。 で、じゃあ実際にリリースするってなったら、やっぱり裏側のね、仕組みを整えなきゃいけないんで、その辺は詳しい方にアドバイスをもらいながらってやっていこうかなと思ってます。ひとまずは、あの進捗としてはこんな感じですね。そのクロードの利用上限との戦いをしながら <laughs> 進めております。はい。いや、面白いっすね。面白いです。ただ実際に、ここまでは簡単にいけるんですよ、正直。 正直、ここまでは簡単にいけるんですけど、じゃあ、実際にリリースして、誰かに使ってもらうっていうレベルに持っていくには、全然足りないなっていうのは、あの今,今の僕ですら感じてるので、はいまあ、この辺は本当、じっくりとやっていこうかなと思います。焦らずに。はい、っていう状況になっております。はい、っていう感じの、今日は5つのニュースになります。はい でここからはコメントを紹介させてもらうんですけどあの意外とですね、毎週日曜日に配信してるある僕のラジオあのジピちゃんと一緒にラジオ配信をやってるんですけどあれにコメントがね、いただけるんですよ、意外と。はい、でそこでいただくコメントとして結構多いのがこれってあらかじめ用意されたシナリオを読み上げて後で編集してるものですよね。 で逆にこれを台本なしで一発撮りでやってるとするとすごいっていう風にコメント似たようなコメントねめちゃめちゃたくさんいただくんですよで完全に、ね、ネタバレになっちゃうんですけどあの編集してないです編集もしないしこれ完全に一発撮りです、はい、あの僕のなんかスタンスとして編集しないっていうのがあの一つのスタンスになってるのでそこの手間をかけないっていうのがあのなんか僕のやり方なんですよなので編集は全くやってないですたまにあのなんかこう 僕とジピちゃんとの間、だから僕が喋ってジピちゃんが返事をするまでに微妙になんか2、3秒間が空いたりするんですよね。なんか突然メモリを記憶し始めたりとかっていうので、ちょっと間が空いたところだけはカットしたりとかはするんですけど、内容の編集とかジピちゃんがここを言い間違えたからカットして違うセリフを入れるとか、そういうあの細かい編集は全くやってないですね。はい。ほぼ、ほぼというか完全に一発撮りです。はい。で、やり方としては、あの、 会話が始まる前に事前にテキストベースで、まあ、今日こういうニュースのネタがあるよとかあとはそのこういうコメントがあったよっていうのを全部ね一覧で渡すんですよでそれこそあの <coughs> このオブジディアンでまとめてるこういうニュースですねもうこれこれをそのままコピペしてポンって渡すだけですはいでその中でじゃあジプシャン気になったのどれって言ってでボスこれです 抽出してくれてじゃあそれについてちょっと喋ろうかで間で曲,曲紹介挟むよで曲が終わったら最後の締めの、まあ、まあワントークぐらいやろうかぐらいの打ち合わせをしてではいじゃあエジプちゃんここからが本番だよっていう感じなんですよもう本当にねこれだけです全然凝ったことやってないですでもあれぐらいやれるんで是非ね皆さん試してみてほしいなと思います <laughs> はいい結構ね面白いでです 続けていくときにあのもっとこうした方がいいなとかもっとレス,レスポンス早くしてとかしゃべるスピードを1.5倍にしてとかっていう細かい調整を繰り返しやっていくとだん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 、ね、フィットしてくるんで、はい、でも本当そんな感じですね全然凝った設定とか,あのなんか編集してなどうこうとか全然やってないです。はい なのでいあごめんなさい、実際にね、試していただけたらなと思っております。はい。という感じの、今日は5つのニュースとコメントを紹介させていただきました。まあ、ポートフォリオサイトがね、あの、本当に、あの、表側の開発に関しては、もう本当、クロード使えばめちゃめちゃ簡単にいけるんで、まあ、他のね、チャット GPT のジェミニーでも全然いけますけど、 ここからですよね。ここからちゃんと裏側を整えてとかみんなに使ってもらえるようにするためにはっていうので考えると今の僕の知識とかは全然足りないですしそこをしっかり設計しないとあの、ね、崩されちゃったりとかセキュリティ側が甘々まで乗っ取られたりとかしちゃうので、まあ、そうならないようにっていうところをねしっかりやっていきたいなと思っておりますはいというわけで以上です